この動画は、特定のカードやそれを使うプレイヤーを批判するものではなく、なぜ、今、ユーザー間での不満が高まっているかを考え、分析をしたり、今後のアンケートにつなげたりすることを目的とした動画です。カード批判は、カードに命を吹き込んでくださったイラストレーター、声優さんへの失礼に値しますので、控えたいと思っています。雑談動画。今回は、新軍優遇問題と、それが、多くのプレイヤーの不満につながっている件について、なぜこうなってしまったのか、何が原因かを分析していく動画やよ。冒頭でも流したけれど、カード批判をしたいわけじゃないから。その辺はご容赦ください。じゃあ本題に移っていくで。まず、最初は、現行バージョン 3.70 を見ていこうか。連日頂上対決に登場し、上位環境でトップメタとなってる。政局の大号令についてやな。覚醒レベルを上限突破させて、実質レベル4である政局の状態にすると、式4で使えるようになる号令なんだけど、稼働直前に公開された PV では、武力プラス7、兵力回復、向上力アップ、敵計略無効という、とんでもない性能のもので、大多数から低評価を押されてしまったんだよね。3.7 の追加カードは、インフレここに極まれりってくらいの性能が多いし、ご周期期間やと思って、ここには目つむっとこうと思う。強さ議論しても、個々の印象にしかならんしな。うちが問題と思っとる理由は、次に話すことなんやけど。政局の最大の失敗は、政局状態にできるカード1種類しかないことやと思っとるんや。芝生と架空紙で 3.5 コストが固定化された上に、覚醒ゲージを早めに上げられる計略が必要やから。勝とうとしたら、デッキのパターンは絞られてしまうんや。自分好みのバランスで組みにくいから。プレイヤーの個性を出しにくくて、既存の編成によってしまうんよな。各プレイヤーがそうなった結果、同じデッキばかり対面出てくることになってまうんや。ドスケベメスナキーラストで登場したカナンプーも、政局計略だったことからめちゃくちゃ低評価されてしもとる。微妙性能でもええから、政局にする手段を増やして、デッキの自由度を上げて、プレイヤーの趣味、個性を出せるようにして、その分政局計略の性能を控えめに調整してくれれば解決できると思うで。そして、2つ目、3.6B で大流行したよ、陸の町割りデッキとか、3.6CD で人気のあった 2.5 コス弓の芝生みたいな、覚醒3以上条件の計略が強い時期が続いてることやな。そして、2つ目、3.6B で大流行したよ、陸の町割りデッキとか、3.6CD で人気のあった 2.5 コス弓の芝生みたいな、覚醒3以上条件の計略が強い時期が続いてることやな。戦術批判するつもりじゃないんだけど、覚醒3や感銘系が強いバージョンが多かったから、また、マチデッキか、ってなってた人を、友人にもツイッターにも少なからず見たんだよね。環境トップが、よう、陸、寿司、政局と3バージョンつついて、新軍になってしもとるのも、今、多くのユーザーの不満が爆発してしもた、要因やと思うわ。3.6 当初に暴れた、しばしや真剣影が、一度下方修正を受けた後も、依然として性能が高く、長らく上位環境で使われ続けたのも、新軍が優遇されてるように感じやすい理由かもしれないね。そして、最後の3つ目は、性能の問題というわけやないんやけど、新軍が、主役の時代が続いても、それに惹かれる、三国志ファン少ないんちゃうかと思うんや。人気の三国志作品のラストを見ても、横山三国志では、蜀の滅亡、蒼天航路は曹操の死。1095はあるドラマ三国志3、キングダムズでも、最終回で、芝居のクーデターだから、悲しいけど、真の人物が描かれる作品は少ないんだよね。三国志に詳しくなくとも、諸葛亮孔明、関羽、呂布、曹操、劉備なんかは、知ってる人も多いと思うけど、真の物語は、人気キャラたちが亡くなった後だから、愛されるまでのハードルが高い印象があるかも。人によって気にならんとこかもしれんけど、運営の新軍へのプッシュぶりと、ユーザーの新軍への印象がかけ離れとったっていうのはあると思うんや。対戦シリーズを愛する者としては、三国志大戦にもっと人気になってほしいし、アーケードゲーム文化がこれからも長続きしてほしいから、今の新軍低評価問題は悲しいなって思うんだ。以前にユーザーアンケートも実施してくれとったし、昨今のインフレしすぎた環境や新軍優遇問題が改善されて、いろんなデッキが自由に楽しめる三国志大戦になることを祈りつつ、今回の動画はさよならや。ここまで見てくれてありがとうな。また、みんなで楽しくやれればいいなって思ってます。それでは、次の動画でお会いしましょう。